皆様こんにちは、ピアニストの菊池陽子です。私は今日本とオーストリアのウィーンを往復する生活を送っております。そして演奏会の合間には群馬でリフレッシュした時間を過ごし、次の演奏会の準備に取り組んでいます。大変ありがたいことに、毎年群馬での演奏の機会に恵まれ、皆様に演奏をお聴きいただけておりますこと、とても嬉しく感謝しております。ありがとうございます。群馬にはたくさんの素晴らしいホールがございますので、ぜひ皆様にホールに足をお運びいただけたらと思っております。よろしくお願いします。今後の私の活動といたしましては、ソロリサイタルの他にいろいろな方とのコラボ共演をして、さまざまな形の演奏会やステージを実現して皆様にお届けできたらなというふうに考えております。そして、子どもたちやピアノを勉強している若い皆様と何か接点が持てるような活動もしていけたらなというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。少し演奏もお届けできたらと思いますので、バッハのゴールドベルグ変奏曲よりアリアの一部をお聴きください。